せーの、いただきます。本日は韓国パーティー、ヤンニョムチキン、キンパ、チーズトッポキ、芋餅じゃあキンパ、いやチキンでしょ。これいただきます。ヤンニョムチキン、お、ディップ、チーズに、ディップ、うん、おいしい、うまい、と自家製キンパ、うん、うまい、うん、ビビゴヤンニョムうまいね、めっちゃうまいわ、うん、脂っこいの苦手な人でも食えると思う。まあ、ちょっとねレンジでチンだから少ししなしな感はあるけど、うん、おいしい。どうも、こちらオートミールキンパ、トッポッキ、韓国行った時のチキンがさ、うん、すっごい美味しくて、 BHC チキンってとこに行ったんだけど、あのチーズ乗った、チーズのパウダーついた甘いチキンがあるんだけど、なんかどうしても食べたくて注文したんだよね、9点でそれに近い味の粉を頼んだの、そのパウダーをね。そしてさ、2週間ぐらいで届くって書いててさ、うん、でピンポンって言ってさ、佐賀急便ですって言われて、あ、来たと思ってさ、出たらさ、すいません、うん、荷物が紛失してしまいました。そんなことあんの？で家に来るのそれ、ピンポン、うん、ピンポンに来たんだよね、直接お兄さんが、うん、その急転側の送り先の方に再申し込み依頼してくれませんかみたいな、うちからはできないのでって言ったら分かりましたって言って、で電話かけたんだよね、佐川急便が、佐川急便が悪いんだ、そう、佐川急便がまあなくしちゃった、ね、申し訳ないくするってことは本当にあっちは送ってて、うん、あ、そうそうそう、完全に物はあったんだ、そう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 、どこ行ったの分かんないどういうことね、でその物のお金をこっちに払うから、もしもお客様がもう一度同じ商品が欲しいようであれば、もう一度同じものを頼んでくださいって言われて。いや、佐川は日本人じゃないの？佐川の人、今は営業所の人と喋ってる。よろしくお願いしますって言われて、っていう話があったから、また後日、チキンパーティーした。その袋はどこ行ったの？いや、まあでもいいのさ。その話で聞くのそこしかないんだけど。なんで？え、だって物はあってさ、捨てるわけじゃないじゃん、うん、でも誰かのとこに行ってんじゃないの、きっとね、その人めっちゃ得じゃない、確かに。重たい、うん、治ってきた、鼻毛出てる怖っ、え、重たい、うん、ちょっとね、そんなんじゃ韓国行けないじゃん、行くよ、なんか違うね。うん、え、ガチで長いじゃん。写真撮れた。うん、すごい、うん。これは？あんたでもなんか鼻声じゃない？の、風邪ひいた。寝なさい。ただでさえ変な声なのに余計な声、いや、まず言うな、大丈夫？めっちゃ鼻くしゃみ出るんだ、花粉でしょ、いや、わかんない、でも多分風邪薬飲んだらちょっと収まるから、部屋汚すぎによるハウスダスト、それは絶対にある、え、それは絶対にある、汚してないじゃん今日、うん、汚してない、だからね、男の子二人みたい、どっちのがイケメンだと思う、俺だろ、鼻筋が通ってる、通ってないやろ、だって普通にしてもあんた鼻の穴見えてるじゃん、だって、え、鼻の穴見えてんね、自分もじゃんなんかここ3日間ぐらいね、鼻水止まんなくて、ね、離れて帰ってやだ、何
が大丈夫なの？大丈夫でしょ。でも鼻声の方が俺は声が聞きやすい。自分で鼻声の時の自分の声の方が俺の声は好き。意味わかる？いや、わかるけど。なんか鼻声の時自分で変わった感じがあるじゃん。その方がしっくりくる、自分の声として。ちょっと低い方がいいよね。鼻声って低くなる？高くなる？低ない？いつもより。うーん、ちょっとね。俺の鼻声って低くなくない？こもるっていうかさ、優しくない？いつも鼻声みたいな声してる。なんかなんかうん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 ないね。もう終わり。もう終わり。そんな声でいいの？もう終わり。もう終わり。いやだからさ、うちらってさ、絶対に声優になれない声じゃない？いやちょっと憧れるじゃん。脇役に一人は必要な声。主役にはなれないね。主役になりたい。俺も。ルフィになりたいし、イチゴベルになりたいし。だってディズニーのキャラに自分がいたらってめっちゃ羨ましいから。一度は多分みんなさ、ディズニーのキャラになりたいなら歌うまくないと。今そういう話してるんじゃなくない？声？でも声だけで言ってもいいじゃん。だから主人公にはなれない声でしょ俺たちって。そうだよ。どうしたらなれるんだろう。無理だよ、絶対無理。なんかそういう変わったキャラが主人公のアニメ、なんか今日も頑張っちゃうぞ。そんな王道キャラ無理だよ。やりたい、そういう。もっとアウトローなキャラだ。ああとか、そういう系。アニメで言うとどの、ワンピースで言うとどのライン？ワンピースで言うとやりたいのはローとかやりたい。ローって誰だっけ？あ、ロー？ジューン。あ、そう、シャンブル。シャンブルス。それいつも言う。シャンブルス。似てね？何も似てないから。俺の名前はロルドナゾロ。いや、ローだし。ロルドナゾロ。だからローだ。ゾロじゃないんだって。ゾロやったの今。なんでゾロやるの？いや、いい声じゃん、ゾロも。ゾロめっちゃいい声だよね。ゾロ好き。ルフィは？ルフィの声ならさ、いけんじゃない？だって、ちょっと高いじゃん。うん、コナンの声優が女の人やってるのと一緒のパターン。おめえらコナンズ。コナン。おめえらだから普通の声のが似てる。誰に？コナン。コナンでしょお前らっていうところ。あゆみちゃんたちのお前ら。ルフィの気持ちだった。あ、そっち？コナンがお前。あれれーって。だろう。いい加減にしろ。では。うつむくる。これ誰の声か出て。誰かの声に似てるって思った時あったんだよ。自分が？うん。でも芸能人で言うとさ、あ、東出だ。そうだ。東出に似てんだ、うん。そうじゃん。幸せだよ。そうそうそう。でも知ってる人少なそう。確かに。幸せだよ。また一つずつ残ししちゃう。何？何？え、どうしたの？終わった。それ、もう終わりだから、続けていったら、無理でした。本当に。今日もリンゴ酢を飲んで、ダイエットリンゴ酢。血糖値を爆上げさせないんですね。取りにくくなるっていう。ということで。ということで。
完食でーす。ということで完食でせーの、ごちそうさまでした。